韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと感じているよ。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいのにな。うんうん。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだったチュンチョンナムドの、ソサン基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因がバードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のため、チョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において、機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキードマーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でも、ランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたね。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだった、と空軍関係者が説明したと紹介している点だぜ。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったらしい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいからな。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており、機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響で、ランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だと思うぜ。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから、事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたね。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら、主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだよな。少
少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば、危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたぜ。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して、作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だよね。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により降着装置が作動しなくなり、チュンチョンソサン市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったんだ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないわけだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているな。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたね。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設、FACO ファイナルアセンブリーチェックアウトが設置されているのはみんなも知っているよね。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を、実行できる国際整備拠点 MRO メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場であるが、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよな。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達とほぼ変わらないため、現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国がインドネシアと共同開発を進めているジェット戦闘機 KF-21 トラメは、2022年7月19日に初飛行を成功させた後2023年5月16日に、これまでに行われてきた約260の試験検証において要求性能が満たされたとして、暫定戦闘用適合判定を受けて2024年には量産が開始されると見られているよ。それに向けて今後も各種試験が継続され、最終的な戦闘用適合判定を2026年までに得て、空軍への配備が開始される計画であるとされ、同日にはインドネシア空軍のパイロットが試作4号機に搭乗して、外国人パイロットとして初めて飛行しているな。今回は韓国が開発を進めている戦闘機 KF-21 で問題が続出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、KF-21 による5分間のデモ飛行が実施され、見物に訪れた韓国の一般国民の前で飛行する姿が初めて披露され、水平急旋回や背面飛行などのアクロバット飛行を披露して観客を驚かせたと報じられたよ。なお、韓国メディアではこの KF-21 をアメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同じ第5世代ステルス戦闘機として報じているが、イギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたものの、その一方で開発元の韓国航空宇宙事業 KAI の公式サイト上では KF-21 をアメリカのロッキードマーティン社製の F-16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているな。その理由として考えられるのは、KF-21 にミサイルを搭載する際には主翼や胴体下に剥き出しで搭載されることにあり、他の第5世ステルス大戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが KF-21 では設置されていないことにあるぜ。KAI では KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図を公表していて、このことによって KF-21 のステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたね。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 や F-35 の外観によく似ていることから、当初は高いステルス性能を持っているのではないかとされていたものの、ウェポンベイが非搭載であることによってミサイル搭載時のレーダー反射断面積 RCS が大きくなってしまうことで、KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのではないかとの見方が出ているというよ。このように間もなく量産が開始され、実用化が近いとされている KF-21 について2024年1月、開発を進めている KAI にインドネシアから派遣されていた技術者2人が開発関連の機密資料を社外に持ち出そうとして摘発されたことが報道されたんだ。2月2日に韓国防衛事業庁が明らかにしたところによると、2人のインドネシア人技術者は先月、KF-21 関連の資料約6000件を USB メモリーに記録して外部に持ち出そうとしたけど、彼らが KAI の外に出ていく過程でその行為が発見されて摘発されたために持ち出しは未遂に終わったみたい。キョンナム警察庁安保捜査課は1月14日から15日にかけてキョンナム涙川にある KAI の事務室に対して家宅捜索を実施して、二人が設計図面などを携帯電話のカメラを使用して撮影した疑いもあるとして、二人のインドネシア人技術者を防衛事業法違反容疑で立件し、出国禁止措置を取って拘束し取り調べを進めているぜ。韓国の防衛事業法第50条によると、防衛産業企業において防衛産業関連物資の生産研究に従事した技術者などが業務遂行中に知り得た機密情報を外部に漏らした場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン約570万円以下の罰金刑となる可能性があるとされているな。二人が盗み出そうとした情報とすでに持ち出された情報の有無について、韓国では国軍防庁司令部国家情報院防衛事業庁などが調査チームを立ち上げて精査しているが現時点では明らかにされておらず、その中に KF-21 の3次元設計図プログラムで革新技術とされている CATIA カティアの流出があったかどうかが注目されているらしい。KF-21 は韓国空軍が運用している FA-50 に次ぐ国産のジェット戦闘機として計画されたよ。2001年3月の韓国空軍士官学校卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表されて KAI によって開発されることが決定され、総事業費は開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されているんだ。その後 KF-21 の開発計画にインドネシアも参画することが決定されて開発費を分担することとなり、2016年に韓国政府が 60%、KAI が 20%、
インドネシアが 20% とすることが決まったってわけ。インドネシアは約13億ドルを支払って最大で48機の KF-21 を取得するほか、製造技術移転を受けて自国でも生産する予定であったが、その後インドネシア政府は国内の防衛予算が制約を受けていることを理由として分担金のうちの約 13% にあたる1億9000万ドル約294億円しか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドル386億5000万円であるとされていたな。この支払い遅延に対してインドネシア政府は、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的に PTDI として知られている輸送機を韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして、韓国政府が了承して解決したなどという情報も出ていたぜ。インドネシアが2016年に決定された分担金を出す代わりに、韓国は KF-21 に関する技術の一部を移転することで合意していたが、これはインドネシアが KF-21 の開発が完了するとされている2026年6月までに分担金を完納することが条件とされており、これに基づく形でインドネシア技術者が KF-21 の製造を担当する KAI のキョンナムサチョンにある本社に派遣されていたんだよね。しかしインドネシア側は分担金の納付を何度も繰り返して延期していて、2024年から2026年までの間に毎年約1000億ウォン約114億円ずつとして、3000億ウォン約342億円を追加で出すことが可能となったとして増額する提案を韓国側に通知したことがわかっているほか、当初より分担金を減らした場合、インドネシアへの技術移転情報もその分だけ少なくするという条件もつけたらしい。2025年4月時点で、インドネシア側が韓国側に支払った分担金はわずかに3000億ウォン程度とされていて、分担金を減額した場合には最終的に6000億ウォン約680億円だけを支払う形になるみたい。韓国防衛事業庁の関係者が中央日報に語ったとされているところによると、インドネシアから減額の提案があったのは事実だけど、我々はまだ最終決定を出していないとして、現時点では減額案をめぐって検討中であると述べたとしているね。韓国とインドネシアは2021年にも分担金をめぐる協議を実施していて、2年ぶりにまた分担金調整交渉に入ったとみられ、一部のメディアの読みでは早ければ2024年5月末に交渉が終わるとする見方も出ているよ。その交渉の中でインドネシア側は2023年末に、分担金の納付期限を2026年からさらに8年延ばして、2034年まで毎年1100億ウォン約125億円を支払うとする提案を韓国側に伝えたとされているが、その真偽は定かではないな。今回の情報漏洩について KAI では持ち出そうとされた USB 内の資料のうち問題となる情報は、ごく一部であるとする趣旨の調査報告書を調査団に提出したとされているぜ。しかし調査団は拘束されているインドネシア人技術者の主導の下で、他に KAI に派遣されている16人のインドネシア人技術者が知り得た情報を本国に送る報告書を作成したとの状況も確認されたとして、さらなる情報漏洩の可能性が残っていることを示唆しているというね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカはロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数で60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだが、現在は40機に下方修正しており、2020年10月までに24機をすでに調達しているぜ。今回は韓国が F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達や、空母と B 型の入手も打ち出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明し、確定か否かはまだ判然としないけど、
これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20程度の調達を目指す方向で動いているみたい。日本の現状がどうかといえば、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ多さとなっているな。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいようにしか見えないよね。ただし B 型は世界的見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せているため、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすればある意味歓迎しているのかもしれないな。しかし軽空母の開発に先立ち、韓国側が要求したとされる設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦に、従来は3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたけど、これは中国に空母保有だと思わせない配慮だと見られていたからね。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗状としてなら中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。周囲を広い領海で囲まれた日本からすれば、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も頷けるよ。ただでさえステルス性能の向上のため、燃料搭載量の限られた F-35 ライトニング2戦闘機は、B 型だけでなく A 型も従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須と思われるからだな。しかるに韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、十分陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えれるぜ。まあ政治的に韓国内で承認されるのならば、日本側が何ら口出しすべきことではないのだろうが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは危惧されるよな。これは余談だけどイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めている稀有な国の一つなんだけど、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつあるみたい。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているのみだが、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点 FACO を日本と同様に有しているよ。これを考慮すればイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩もかなり危険性が高いのではないかと感じられ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威に思えるね。さてイタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO の開設を行っており、アジア地区の同機の整備を担当するんだ。搭載するソフトウェアの更新で最新の能力を付与されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが求められるな。ここにおいても韓国は言うまでもなくアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国なわけだが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでおり、この点も先々問題化しそうだぜ。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、ざっくりとではあるが A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当するんだけど、これは実は韓国より3割ほど高額らしいね。調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず日本側が高額だというのは理屈に合っていない。もしくはアメリカに異様にされているとの指摘もあろうが、先の FACO 解説を含んだものと解釈されているよ。韓国は現在、自国でインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についても、インドネシアからはしごを外されつつあり、開発費の負担上からも窮地に陥っているらしい。それでも日本の約半分の人口にもかかわらず、
ほぼ同額の軍事予算を捻出しているだけに、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。